ここから自主練でございます。自主練？はい。行きましょう。西君が急遽そのナイターのねコートが空いてるからちょっと明日に向けてやろうと言ってくれたんで、はい、行きましょうか。いや、二人が行くってなるんだったら行っていきましょう。間違いない。よっしゃ。福田さんもうぜひ。あ、いいよいいよいいよ。あ、いいよいいよ。いいよ今練習やらないで後悔するよりかは、まあやってちょっと調整でもなんでもちょっとみんなで高め合いたいので、ちょっとよろしくお願いします。これさ、両サイドがセンターバック開くでしょ。その時にあんまり前の人が下がってこない。うまい。他人とどうしても比べてしまうとないところどうしても探してしまうんだよ、はい、自分としてのアイデンティティがなくなってしまうので、はい、自分だからこそできることって絶対あると思うんだよね、はい、自分でなければできないこと。でもこっちも結構いろいろやったから、ね、めちゃめちゃやった、ね、個人フォーカスじゃん、マジで、うん、得点シーンマジで増える。これだけやった。よーい、スタート。さあ明日7対7で、まあ、紅白戦やります。まあ、僕たちもチャレンジャーっていう気持ちを持ってそこを戦っていかないといけないと思ってます。びっくりした。すいません、お邪魔します。はい。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。どうしました。今から練習場に戻るっていう話を聞いて。はい、行きます。いやいや、もうね、西くんが急遽そのナイターのねコートが空いてるからちょっと明日に向けてやろうよって言ってくれたんで、これはもうやるしかないけど、こんな追い込む機会ないんで。え、お二人だけで練習行かれるんですか？まあ、今のところはそうなんですけど、呼びたいっすよね。まあなんでちょっとこれから引き連れます。ちょっと説得してさっきのメンバーを。いやいや、もうすごい。いや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 、すごい本当に。もう、せっかく沖縄来てますから、ちょっと福田さんもいけるかわかんないけど説得して。いや確かにそうですね。いや、ダメ元で。いや、でもいけるかな。いけるよね。セカンド初じゃない。そうだね。公開、うん、マルセ公開初めてです。え、確かに。そうだよ、意外と来てなかった。そうだね。ちょっとじゃあ呼びに行きましょう。行ってくるよね。さすがにすごい。正直俺ゲシ君に言われてなかったらもう絶対いかんもん。いやでも筋トレとかもさ、あと1回からのもう1回が重要じゃん。確かに。そうだよね。さすが先輩。YouTube もそうだったから。ああ、まあ一旦ちょっととりあえずここ、117行きます。行きましょう行きましょう。ちょっと待ってるし。着替えたバスに集合。あ、どうも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 。え、ちょっと、え、かけるだけかもね。あれ、あやむくんと梅ちゃん。ああ、じゃ あかけるだけだよね、はい、行きましょうか、はい、練習、行きましょうからするんだけど。もう刺した？そう、わかります。わかる。時代が早いわ。可愛い彼女さん持ってるだけあってね。ね、待って待って、早い。ほんまに練習しようぜ。いやー、もう行きましょう。マジ行こう。行きましょう。よし、できればなんちゃなかったけど行こう。じゃあまた外で集合するんで。はい。バイバイ。お、誰だ誰だ。めちゃくちゃ元気。おおおお、多かった。おお、何何これ。ここから自主練でございます。自主練？はい。行きましょう。これ初めて着る今なの？はい。うん。その時っす。じゃあもう2人が行くなら、いや行こう行こう行こう。行けないんだな。福田組ってことは福田さんも。いや。来てくれたし。お声掛けをしようかなってとこですね。まだ。マジで？ああ、これからね。はい。じゃあまあ俺ら速攻で準備。じゃあ、うん、ちょっと待ってて、うん、すぐ行く。はい。じゃあ待ってます。はい。よし、行きますか。はい、ちょっと続いては誰が。あ、でも空いてる。おお、あらら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 、なになになに、すごいだって。僕らがこの服を着てるってことなんですよ。はい、はい、これから行こうよ。高見まで。高見まで。はい。いや、もう2人が行くってなるんだったら行きましょう。間違いない。よっしゃ、すぐ準備します。それはそうだ。ちょっとマジで行きましょう。じゃあちょっと外で待ってるんで、ありがとう。ちょっと集合場所後で送ります。おお、マッスー、マッスー。
いや、そうですね、まあ一旦の連射終わって、はい、今自由時間で、ここから西君、ここから自主練をしようじゃないかと。いや、違います、もうみんな、マスさんあと最後です。他は全部 OK。 みんなも行こうって。うわぁ、ナイス、マジマス行きましょう。ついに、ちょっと待って、さすがにちょっとドキドキしてきたよ。緊張するよね。さすがに、いや、福田さんオッケーしてくれっかな。ちょっとなんとかね、なんか変な緊張するんですけど、お願いしたいと思います。さすがに1回しか出せない。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。明日本当に勝ちたくて、うん、で、まあ、結構ボロボロなんですけど、うん、調整程度にちょっと今から自主練しようと思ってるんですけど、あそこでグラウンドで、はい、はい、福田さんもうぜひ。あ、いいよいいよいいよ。あ、いいよいいよ。ありがとうございます。気合入ってるもんな。いや、体ボロボロでしょ。大丈夫ね。ボロボロであるんですけど、そうだよね、もうあのボロボロなりにちょっとボロボロなりにね、なんとかなりにね、ほんま明日勝ちたいんで。そうだよね、はい、その気持ちは重々分かる。いや、ちょっとね、ちょっと落ち着かないしね、ボール蹴ったりしないとね。はい、相手。じゃあちょっと後で集合するんで。オッケーオッケー、お願いします。はい、わ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。お待ちしてます。はい、お願いします。いやー、優しすぎる。本当だよな。本当だよな。本当です。ピーク行くぞ。本当です。行くぞ。早く行くぞ。早く行くぞ。早く行くぞ。はい、もうすぐ行きます。ちょっともうこれは頑張りましょう。ちょっと疲れが吹き飛んだ、はい、うん、なんかもう優しすぎました。もうやっぱなんか元気を吹き飛ばしてくれるようなね、ボケも入れてくれて、ちょっとマジで頑張ろうと思いました。ちょっと行きますか、じゃあ。行こう。よし、行きましょう。皆さん、オイス近く来ました。俺もやっぱ明日勝たせないといけないんで、こっちのチームも。ですが、行こうよ。お願いします。行こうよ。楽しみ。明日の試合に向けて最終調整ということで、まあ君たちの熱意ということでね、こう夜にも少し、まあボール触ってないと落ち着かないってこともあると思うんだけど、そんなにもう体が疲れてるんで、ちょっと明日7人でのゲームっていうことでゴールキーパー入れて、ちょっとポジションの確認とか、少しボールの動かしをちょっと確認する、まあそういう時間にしようかなと思ってます。まあ本当にコンディションを整えていいゲームするための準備を、いい準備をしましょう。よし、よし。本当にちょっと今回結構みんなしんどいと思うけど、やっぱり明日は本当に勝ちに行きたいんで、ちょっと今練習やらないで後悔するよりかは、まあやってちょっと調整でも何でもちょっとみんなで高め合いたいなと思ってるんで、ちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。チーム一つになるというのが一番の武器だからね。はい、ね、一つになってやっていきましょう。7人ということなんだけど、1人ちょっとメンバー決めないといけないね、最初ね、先発メンバーね。3-2-1なのか、4-3-1なのか、あ、2-3-1なのか。ソサイチだと下2で守備の時に真ん中のやつ落ちるか、逆サイドのやつ落ちるか。まあ確かに下3は後ろ3なの、大体大体3は必要、4はいらないの。4は必要ない。4にすると4-1-1とか、4っていうか2-3-1って考え方あるよね。あ、で守備陣の時に 4に落ちるっていうか、まあ相手が来たら落ちるっていう。ビルドアップの時は僕が間入って、そう、キーパー入れてビルドアップは後ろは3人でやってもらいたいね、できればね。真ん中の西がワントップで、はい、じゃあ僕、俺がもし右入るなら2だよね。2-3-1、え、これさ、相手がさワントップで同じような 2-3-1 できたらさ、これマッチアップするよね。ここ2-1じゃん、ここ2-1じゃん、はい、で中盤3人一緒じゃん、そしたらこれもうマンツーマンに近いよね、はい、多分ね。相手が3-2-1できたら、3-2-1できたらそれが多いんでしょ、3-2-1が多いんでしょ、多分相手のが多いですけど、多分それが2トップってこともあるの。フィールド6人で2トップってことあるの。2-3-1多いと思う。ちょっと分かんないんだけど、俺分かんないんだけど、ちょっと高確定はできんけどね。じゃあ一緒ってことだよね、はい、したら多分マッチアップだね。ここが余るはずなんだよね、1人だから。ここ必ず2-1か、キーパー入れたら3-1だから、だからうまくどっち側かのセンターバックが持ち運ぶっていうのは一つ手だよね、うまくね、はい、持ち運んだ時に
誰がそこにアプローチ行くのかって話になってくれると、うん、アプローチ行ったところには必ずフリーの選手が出てくるから全部2対1になるはずなんだよな。基本的にはマッチアップした時にここが数的優位になるから、こっちは数的不利だから必ず。そしたらもうそこに入ってちょっとポジションついて、こっちだね。結構多分これぐらい。オフサイある。2個で回そう。2個で回そう。あるある。これさ、両サイドがセンターバック開くでしょ。その時にあんまり前の人が下がってこない。できる限り高い位置取るよ。それなぜかっていうと、引いてきてしまうとディフェンスが近くになっちゃうからプレッシャー行きやすくなるから。どうかしてる。落ちてきて、こうするじゃん。ディフェンス来てます。リターンするじゃん、はい。ついてるディフェンスがこのまま来るからプレッシャー受けるじゃん、はい。だからこのリターンっていうのが一番プレッシャー受けやすいから、ここの時はさっき練習してたけど、ここだなって言ったの必ず。で、蹴るところは最初の皆さんに終わったように最後ここにポポン。じゃじゃ。最初狙うのは必ず裏だからね、ディフェンスの裏。裏が無理な時は手前だ。そうそう。もうちょっとなんか、スライドの速さってなと。守備が難しいね。相手のタッチ位置もそうだし。きついな、守備。カットインしてきた時は、そのサイドの選手ともう一人ヘルプが。カバーしっぽで使えるユンパが上がるとやばいよ。だから起きてあっち行ってもこっちに、うん、相手キーパー持ったりきついな、これよく考えた。ジャイさん持った時は引っかけあジャイさんロングフィードあるいや、まあ、相当スペースあると思うよ。これ相当あるか。でも向こうも多分今日全体で話してたミーティングと一緒で多分絶対前プレーで来る、ガンガン、うん、ガンガン来るから、やっぱりその裏で、うん、かもしくはそのジュニアタッチ、このカックンとかの足元についた時に誰がこう絡んでくるかっていうのをやんないと。じゃあ前、向こうのチームは前から来るって言ってるけど、前から来るって言ったってしたら数的同数になるってことだからね。前から来るってことは、ってことは一番前は1対1になってるってことだからね。でやっぱそこを狙っていくっていうのは一つ手だよね、はい。でも、もし前から行くんだったらもうマンツーマンの方がいいよ。後ろ余んない方がいい。2対1で余んない方がいい。絶対行っても全部剥がされちゃうから。行く時のスイッチは小次郎君ですか、声かけ、うん、多分この距離だったら多分声も通ると思うんで。で小次郎君とか2センターに対して俺が言いますね、スペーサーの人のところ部分。ということは岸君はもう二度追いしない。そうですね、センターシゲかわかんないけど、シゲによゴーゴーゴーってかかったらもうシゲに対してついて、シゲがボール離してももうそいつが他のやつが行く、うん、でそのまま。あと今日さ、ここでさ、なんかこのコンカとかいろいろ1対1のシュートしたじゃん、うん、それで比べたらここで持たれてもゴール小さいし、だからキーパーと2人でシュートを守るっていう感覚でいればそうそう入んない、うんうんうん、こう入れ替わらない限り。コースだけちょっと違う展開になることもあるだろうから、その時に慌てないことだね、うん。まあ、いろんなことが起こるっていうこと、あと自分たちが思ってるようにはいかないっていうのがこうサッカーだから、その時に一番いけないのは慌てて自分たちが自分たちの冷静さを見失って自分たちから崩れていくっていうのが一番危険なんで、何が起きてもこう落ち着いて、まずは守備の時はじゃあ人を捕まえるな、人を捕まえる、分かんないんだったらもうマンツーまで人を捕まえる。でそれが少し落ち着いたんだったら少し中を閉めるとか、もうできることをやっていった方がいいね、うん。ここやられても入る。はい、いや俺もなんか競り合い絶対あるだから、やっぱりその実力差は絶対的に圧倒的にあっちの方が強いっていうのは分かってるんですけど、やっぱり福田さんの熱い気持ちと、まあ、僕たちも結構気持ちが高まってるっていうか、向こうのチームよりも今絶対的に自信があるのは気合だと思ってるんで、まあ、まずはそこから、まずは気持ちから頑張っていきたいと思います。絶対ライン上げてる。はいはい、ライン、マイナスとかに落としたら、あ、確かに確かに、秋典のスペースと、あと相手のオフサイド取れるから、うん、
じゃあそれはマーク外さずに。でも絶対ゴール守るって、それは。最優先はゴールを守る。この辺では。福田さんが言ってた、なんか今の立場に甘んじるなみたいな言葉がすごい自分的には刺さったというか、まあ、やっぱチームが強くなるためには絶対その出てない選手の底上げっていうのがすごい大事になってくるし、試合に出てる選手もやんないといけないとか、まあ、そういうなんか相乗効果というか、チームが絶対強くなると思うんで、まあ、その言葉聞いてすごい大事な部分だなって改めて思いました。まあいわば僕たち、まあ、チャレンジャーみたいな部分なんで、本当にたくさん失敗するっていうのを、まあ、恐れずに、まあ、それがいいアピールにつながると思うので、まあ、みんなで失敗を恐れずにどんどんチャレンジして、明日は、いい結果につながるようにプレーしたいと思います。あ、中央はちょっと無理だ、サイドでヘディングで競らした方がいい、で斜めに逃げた方がいい、はい、マーク確認しよう、確認なんだけど、言葉で言ってもなかなか思うように実際いかないんだよね。だから彼らがなんかそれで少し不安とかそういうものなんか明日に向けて気持ちを高めていくとか、そういうことに関して言うと非常に有意義な時間だったかなというふうに思いますけど、短かったですけど、まあそのやろうとしている意欲、それをやっぱり大切にして、それをピッチの中で明日表現うまく表現してくれるかなというふうに思いますけどね。うまい、今日一日お疲れ様でした。まあ、明日いいゲームするためにしっかりとご飯食べてください。ちょっと遅くなりましたけど、お弁当ですけど、しっかりと噛んで、ね、しっかり消化できるようにしっかり噛んで、いただきましょう。いただきます。いただきます。石川大怪我したことあるの？ない。基本俺怪我あんましない。マジで強いな。先輩って折れるじゃないですか。相手ゴルフ2で掘っても俺持ってたら1人は行くじゃないですか。なんでここをちょっと顔出してもらいたいと思います。ただ来ないなら来ないで、別にすごく持ってるわけです。1回出して終わりじゃなくて、その後顔を出してほしいってなんですよ。相手の方が出てくるプレッソの方が強いとか分かってるんで、みんなで助け合いながらっていう、それは明日に関しては逆に明日相手チームが圭吾君だとしたら本当に怖かったっすね。よかった圭吾君、逆に怪我してありがとうございます。やがましいわ。那須とは現役の時はやってないんじゃないかな。で、やめてから浦和に来てちょっとそういうのちょっと関係、那須が浦和に来て、はい、で、那須が本当にこうある意味このぐらい近くなったのは那須がこの仕事してから。で、ゴルフ一緒になったりとか、それまでは全然直接つながらない。多分靴だったら大丈夫かな。ちょっと皆さんいいですか。噂で聞いたんですけど、なんか向こうのチームの作戦会議10分で終わったらしいですよ。おっと、舐められてるんですよ。舐めてる。10分?10分で終わったらしいです。10分はぁ、ご飯食ったらみんなで作戦会議やりましょう。どうやりましょう。舐められてるみたいな。11分ぐらい。それはもう11分11分でも上回ればいいんだよ。おっしゃる通りです。どうだろう。いや、なんか普通にちょっとは難しいできたな。マジもうやってみましょう。多分ちょっとね、早めに行ってしっかり俺らアップしたい。プレッシャーか怒らせたらいいから、しっかり守ってどんどんイラつかせてプレーをダメにしていく。明日のゲームに向けて少しミーティングというか作戦会議というか、なんか聞いた話だと対戦相手もなんか10分ぐらいで終わったっていうことなんで、ちょっと舐められてるからっていうのもあって、
改めて確認することって何かあるかな。まず守備とかに、守備に関してはまず中肩の中組がベースで、あとマンツーマン、自分のマークが責任を持って戦うことと、あとビルドアップの中だったりとか、あの攻撃の時にちょっと詰まっちゃったら、僕が蹴る際は、サイドの奥の、あのポップのペナの横ぐらい、相手のペナの横ぐらいのところを狙ったりとかっていうのは、一つ決めるこ、この3つは決めることっていうのと、あと前から行く時のスイッチの声は工場だったので、下がさせ揃った時に前を動かしてもらうっていう。俺も特に大技だったんでさ、前の方の選手がさ、基本的には後ろの声を信じて、後ろの声の言われた通りにはできる限りこうやっていく、まあ、できればどっちかで追い込んでいくって形になると思うんだけども、その辺の、まあ、うまくいくかいかないか分かんないけど、的確に人をうまく動かしながら、まあ、自分があまり動かずにできる限り周りの選手をうまく動かしながらうまくバランス取っていくっていうことだと思うんだよね。あ、いいですか。俺的にはなんか強い思いを持ってプレーしてほしいっていうか、やっぱなんかこの試合に出たいとか、いやあいつには負けたくないとか、でそういう思いを持ってプレーしたら絶対チームが強くなるから、まあ、位置づけ的にはやっぱこっちはあんま出てない選手っていう、もう位置づけを明確にされてるわけだから、そういうなんかリバウンドメンタリティっていうか、そういうなんか気持ちを持って俺はやってほしいなと思うから、明日勝ちましょう。今ここに、ここでミーティングしてることに対してやっぱり怒りを感じてもらいたいんだよね。なんで俺がここにいなきゃいけないんだ、なんで向こうにいなきゃ、向こうで俺はミーティングができないんだっていうこと、ここにいることに慣れてしまうと、やっぱりそういう気持ちってどんどん薄れていくんだよ。ただ人間っていうのは自分が居心地いいところにやっぱりいないといけないから、本心とは違う振る舞いをすることがある。君たちの置かれてる立場っていうのは、そういうふうにしないと自分を否定することになってしまうから、そういう振る舞いになりがちなんだよ。だけどそこは勇気を振り絞って、本当に自分の心の底で思ってる気持ちっていうのをちゃんと表現してもらいたい。それは決して恥ずかしいことじゃない。だけどそれは勇気がいること。強い気持ちとか弱い気持ちとかっていろいろ気持ちの強弱のこと言うんだけど、そういうことを表現することが最も求められていることだし、それがもしかすると君たちの今立っている立ち位置を変えることになると思う。明日のピッチの中でそれを表現してもらいたい。そういう思い、要は情熱だったり野心だったりとか向上心とか、前も言ったかもしれないけど、それがなくなった瞬間にもうその選手は成長が止まってしまう。俺とカズの違いはそこでは同いでした。カズは55歳でもまだやってる。毎年インタビューするけど、カズに聞くと何でやってんだって、好きだから。それはサッカー本当に好きで、上手くなりたい、もっと強くなりたい、純粋に向上心を持ってる。で、今でも代表に入りたいと思ってる。その野心、そういうものが、その、なんていうのかな、肉体がある意味少し衰えてきても、そういう気持ちで体が動こうとなるんだ。要はそういうものを持ち続けられるかってこと。一瞬持つことはできるんだ。持ち続けるってすごく大変なことだ。それは努力が必要だ。だけど明日に関して言うと、今までそこまで努力してきてるはずだ。そう思う。それだけの気持ちを持ってるんだ。それを思ってるだけじゃなくて、ピッチの中で表現するのが明日という舞台。そこで君たちの気持ちをどれだけ表現できるか。ぜひともそんなプレーをしてもらいたいなと思ってます。俺の方からね、明日2つだけね、君たちにぜひともこれだけやってもらいたいなっていうこと。一つはちょっと言葉を逆説的な話をすると、たくさん失敗してくれってことだ。うまくいかない、自信のない選手はどういうプレーを選択するか。それは失敗しないプレーを選択するんだ。俺はなかなか勝てないチームにいて、その時ってすごくプレッシャーを受けて、そういうシーンになりやすいんだ選手。そういう時にそういう選手がどういうプレーをするかって言ったら、俺が例えばボール持ってるよね、本来だったらディフェンスの間から顔を出してパスのコース作るよね、味方の選手が。逆なんだ。ボール受けないで済むためには相手の影に隠れる。パスコースはないんだよ。これはチームのために戦うスポーツにおいては最悪だ。これはチームメイトをバカにしてるのと一緒だ。裏切ってる声だ。だから俺は受けて、そこで万が一自分が思ったようなプレーできなくても、それでも受けてくる。そこで当然多くの失敗があるかもしれない。だけど
多くの失敗があったってことは、たくさんのトライをしたということ、たくさんボールを触ったっていう証だ。何度失敗してもいいから、必ずボールに関わるトライしてもらいたい、たくさんトライしてもらいたい。それともう一つは、サッカーはほとんど失敗するスポーツ、シュートを1試合に5本6本打って1点取れればいいぐらいだよね。失敗ということを考えたらほとんどが失敗だ。だけど大切なことは、さっきも言ったけど、うまくいかなかった後にどうするか。インアウトってよくあるよね。途中でやってきて途中でアウトです、避けさせられてしまう。これも相当な屈辱だ。俺は一回も多分現役の時はないと思うけど、今からこれ結構屈辱だよな。相当選手としてはもう腹渡りに煮えくり返るようなことだと思うんだよ。だけど俺はコーチとか、まあどちらかというと指導者の目線でいたんだけど、その時に選手が試合終わった次の日のトレーニングでどういう姿勢を見せてるかっていうリアクションだな。さっき言ったけど、うまくいかなかったのリアクションっていうのはすごく重要で、そこを見て次チャンスを与えるか与えないか決めるんだよ。実はそこを見てんだよ。そこの時にいいリアクションを示した選手は必ずチャンスくる。過去のことはもう変えられないから、今次何やるかだけに集中して、もうその起きたことは忘れていくっていう。うまくいかなかった時にどういう次行動が起こせるかっていうのが、その人のそのプレイヤーの価値を決めてしまう。次のチャンスを確実にものせる、次のピンチを確実に防ぐ、そのことだけに集中するっていうのが、最終的に試合終わった時にいい結果に結びついてるってこと。で、その2つは明日ぜひともそういう姿勢を見せてほしいな。そうすると指導者の方からすると、あ、チャンスを与えようっていうのを思うんだよ。そしたらチャンスが今まで以上に多くもらえると思う。そうしたら今度はそのチャンスを生かせばいい。そのためにはその準備をしとけばいいだけだ。そうだよね。チャンスをもらえなければ、やっぱりそのチャンスを生かすことができないんだよ。チャンスをたくさんもらうための、やっぱりそういうアピールも明日の試合でぜひとも見せてもらいたい。ぜひともそんなことを考えながら明日試合やってくれるかな。ちょっと話が長くなっちゃって申し訳ないんだけど、頑張りましょう明日。ありがとうございます。ありがとうございます。明日後半戦だよ。敵やもんな。そうっす。スタジオで教えてやる。暖房で入れてくれろ。今日きつかった。いや、まあでもきつかったっすな。3ブレやもんな。確かにな。いやー、ただ俺らもちょっと話してんけど、まずスタメン予想ができる。あ、俺らは一番甘いだよ。そうですね、確かに俺らおらへん。ただこそっちはフル固定ないっす。固定ないし。そうそう。誰がピンチかだけ教えて。スタメン発表されてるの？発表されてる。決まってます、まあ、決まってんだろ、うん。アダスベンチ。まあまあまあ、うん、大正解ですね。はい、やめてくれます、ね。呼ばれなかったです。やめてくれます、ね。俺かこっちかやろ、思うでしょ。梅梅チャンネル。お出した。ありがとうございます。いや、明日言うよ。いや、もう対決めっちゃ楽しみですね。今日練習別々でやったじゃないですか。うん。ちょっとどんな練習だったんですか。こっちはでもほんまもう個人個人に、タカ君にはタカ君、はいはいはい、あのバンド差がついてとか。ええ。僕たちは結構あの走りメインで。あ、体力的な。体力勝負で明日は持ち込もうかな。そのまあ勝つ戦術的なのはやってない。戦術。まあ、まあ先日はやってないですね、なんも。嘘くさいな。やってんな。勝つためにやってんな。梅ちゃん、ソサイチのなんかもう日本代表とかだったじゃないですか。ソサイチやけど、まあ明日サッカールールやから。戦い方、ソサイチ似てるなって思って、明日。ラインあるだけでだいぶ違うから、一回ソサイチなしの方がいいかなって俺は思ったし、言うかな。じゃあ明日。はい。まあ、いい意味で高め合って試合できれば。そうですね、うん。明日どうですか。明日紅白戦です。運命のね。自主練してきましたけど、まあ、やっぱり努力はついてくる。少しは結果に出ると思うから。うん。いや、福田さん、まあ、もしね、まあ、勝っても負けても、うん、もちろん勝ちたいけど、うん、まあ、
勝ったら努力が実ってきたってことだし、負けたら負けたでも次に絶対成長する自信になったと思う。あの辛さは、確かにあの辛さは、でもなんか福田さんのためにもなんか戦いたいよね。うん、まあね、でも相手ねちょっと舐めてる感じしたからね。舐め腐りスイングですよ。うん、スイングは大事だけど舐め腐りスイングだった。何やと、びっくりした。どう来てんの、何やと。勝つからな、こっちは。よしよし、駆け引き始まってます。はい、まあ、マキ君はちょっと焦ってるかもしれないですけどね。ちなみに、いやー確かに、いやでもなんかああやってウッパとか西君がさ誘って、うん、なんだかんだみんな来たじゃん。いよいよ福田さんまで来てくると、下ちょっとやってやんないとね。そうなんです。なんかできること絶対あるよね、うん、走り切るところとか気持ちの部分とか、うん、だけは絶対負けたくないですね。球際の部分とか、もう足一本折れてもいいぐらいガッツリしたいなかも、うん、おっしゃってたのなんか最初はぶっちゃけ福田さんシュートばっかりやるから、あ自分がフォワードだから、うん、やっぱシュートばっかりさせるんだな、うん、もっとなんか実践的なことの方がいいんじゃないかって思ったけど、やっぱりその最終ゴールを決めるところの意識とかっていうのは合わせてその何が大切かっていうのも伝えてくれてたから、まあ、理にかなってるし、一対一良かったじゃん、めっちゃ。あれはね、めっちゃ重要。バチってたし、俺の中でもバチバチしてたし、コジョ君と僕バチってたっすね、最初。アキノリと一番バチって最初の、でもあれ絶対重要なんだよ。大事っすよね、うん、まあ、明日どういう戦いできるかで俺らも自信つくし、うん、あ、向こうも何だろう、俺らのことをこうしっかり認められれば、うん、こう何だろう、対等に意見が、だから本来言える関係なんだけど、俺らが自信つくことによってよりこう言いやすくなるっていうのが、そう、受け入れてくれるんですよね、みんな。そうみんなね、みんな本当人としていい人たちばっかりだから、俺らの問題なんだ。そう俺らに自信があるかどうか。そうそれではアップデートした e フットボールやってみよう。ジュニアとナグさん、やれやれやれ、いいからあ頼むぞ。今回、はい、新機能で、はいはい、インパクトパスとかで出ましたから。そうですね、 R2 を押して、うん、同時に押せよ。 R2 と同時に押して、はいはい、同時に押してゲージがちょっと青になるから、こうね、うん、それでインパクトパスになるから、る、ね、紫色のやつね。そう、はいはい、それを見たいから OKOK、やってよ、回して、せっかくの新機能。確かに OK、うん、やってこう、やってこう。これね、これがね、そうこれがインパクトパスね。インパクトパスね。で、あ、こうなったらあかんけどね。これインパクトスルーパスね。あ、なるほどね。なるほどね。そういうのいっぱい使っていこう。オッケーオッケー。ゆるいパス、速いパス、こう使いこなさないと。確かにリズムね、変わるから。その、あ、新機能やからといって使いまくってもあかんよ。その、うん、臨機応変ね。うん、うん、そりゃそうよ。そうそうやね。勝負なんだから。うわ、これインパクトスルーパス、今のインパクトスルーパスからのインパクトクロス。それよ、それ。オッケーオッケー。合わせれたらインパクトヘディング、今の。インパクトヘディングもあるの？嘘やろ。インパクトヘディングはないです。ないですよ。引き出して、それ引き出して。そう、引き出してね。来ないね。来ない、ね、来ない時とかにこう、ね。来ない時とかにこうね。強いね。パスをね。ここ。来た。ある。やばい。やばい。ああ、バクトシュートせえよ。せっかく反応に。ということで、e フットボール大型アップデートしてめちゃくちゃ進化しました。おいしょおいしょ。基本プレイが無料になってますので、ぜひプレイしてください。そしてなんと、アップデートを記念してウィナーズユニを100名様にプレゼントします。応募方法がですね、 e フットボール内でウィナーズチャレンジというのを開催されてます。それの1試合プレイして、応募完了ということになります。めちゃくちゃ楽なんで、ぜひやってみてください。応募人数はですね、1万人をいったら、有観客で試合をできる機会をコナミさんと、一緒に協力して作ろうと思ってますので、サポーターの皆さん、どうぞよろしくお願いします。本当にお願いします。今日紅白戦します。シーズン4なって個人の成長っていうところで、もう自分のことだけ考えればいい。チームのことは全く考えなくていい。そしたら自然とチームのためになる。
本当ここで叩き潰してこっちの方がやっぱり経験もあるし向こうの選手たちにまだまだ足りないんだよというところを見せつけたいと思います。作り的には A と B みたいな感じで分かれてるんでその悔しい気持ちを今日は前面にぶつけて A チームに舐められないように絶対に勝ちたいと思います。手つけてちょっと上げていくよ少しも上げていくよ。さあ入りました。ありがとうございます。